どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、先日ね、こちらが発表されましたよね。PayPayポイントが貯まるクレジットカードでのクレカ積み立てということで、このね、PayPayのこの新しく始まったね、クレカ積み立てっていうのは、まあ、PayPayカードでしかね、利用することができないということで、貯まるポイントはね、まあ、PayPayポイントになるわけなんですけども、今回の動画でですね、クレカ積み立てって非常に増えましたよね。もう本当にいろんな証券会社とクレジットカードでね、こちら行われてるっていう風になりますんで、今回の動画ではマイルが貯まるクレカ積み立てまとめということで、動画ね、やっていきたいなぁなんていう風に思います。ということで、まずですね、先日ね、とうとう開始になりました、PayPay資産運用での PayPay ポイントが貯まるクレジットカード積み立て新登場ということで、クレジット、旧後払いを使って、投資信託がね、できるようになりましたということで、まあ、こちらはね、下のPayPay残高の積み立て投資っていうのはね、9月ぐらいだったかな、もう始まってるんですけども、今回ですね、このクレジット後払いでの積み立て投資がですね、始まったって言った形になります。で、こちらね、クレジットカード積み立て金額かける0.7% 還元がね、取れるっていう風になっておりまして、上限はね、3350ポイントっていう風になりますんで、5万円利用していただくと、まあ、0.7% 還元ということで、350ポイントがね、まあ、貯まるって言った形になります。こちらね、まあ、ご利用の流れって言った形で、こちらね、記載がありますので、まあ、もしね、PayPayで利用されたい方はですね、これね、参考にしていただければな、なんていうふうに思うわけなんですけども、先日ね、とうとうね、PayPayカードでも、クレカ積み立てっていうのが、まあ、開始になったって言った形になるんですよね。で、こちらね、今回のこのクレジットカードの、このクレカ積み立てっていうのは、PayPayカードでしかね、利用することができないっていうふうになりますんで、まあ、この他のね、クレジットカードとかで、このPayPayのクレカ積み立てはね、利用することができないわけなんですけども、とうとうね、開始になったって言った形になるんですよね。で、私の方ですね、このクレカ積み立てっていうのはね、今ね、非常に増えてきましたよね。ということで、私の方でね、まとめさせていただきました。まあ、それがね、こちらになるわけなんですけども、まあ、SBI 証券、楽天証券、あと、マネックス証券、ドコモ、au、株コム、積み木、大和証券コネクトという風にあるわけなんですけども、今回ですね、まあ、注目していただきたいのは、このね、クレカ積み立てで、マイルを貯める方法ということで、参考にね、していただければな、なんていう風に思うんですけども、やはりね、マイルが貯まるっていう点と、またね、この付帯特典ですよね。私のね、動画のチャンネル見ている方は、まあ、このクレジットカードのね、付帯特典で、クレジットカードを選んでる方ね、非常に多いと思いますので、まあ、還元率もそうなんですけども、じゃあそのクレジットカードでね、どういった特典が、まあ、付帯特典としてね、利用できるのかっていう点をね、まあ、注目して見ていただければな、なんていう風に思います。ではね、一つずつね、紹介していきたいなと思うんですけども、まあ、今回のね、PayPay資産運用で始まった、この PayPay カードは、PayPay カードでしか積み立てることができないっていう風になりますんで、ANA マイルとかね、JAL マイルとかには交換することができないって言った形になります。で、次にですね、SBI 証券の場合ですね、まあ、三井住友カードのナンバーレスゴールド、プラチナプリファードとかね、あとオリーブでもね、利用することができるわけなんですけども、ナンバーレスのね、一般カードであれば、まあ、1月ね、5万円まで。これは共通してね、まあ、ほとんどの証券会社はね、5万円しか1月できないんですけども、まあ、5万円利用していただくと、まあ、0.5% 還元が取れて、V ポイントがね、溜まっていくって言った形になります。で、この V ポイントっていうのはですね、70% で ANA マイル。で、50% に JAL マイルにね、交換することができるっていう風になりますんで、ANA マイルの還元率は 0.35%、JAL マイルの還元率だと 0.25% 還元っていう風になります。で、年会費がね、このナンバーレスの一般カードであれば、年会費無料でね、利用することができるっていう風になっておりますし、まあ、このね、三井住友カードのね、ナンバーレスっていうのは、タッチ決済でね、最大 20% 還元までね、対象店で利用できたりいたしますので、まあ、私の動画見てる方もね、非常に使ってる方多いと思うんですけども、一般カードだと年間獲得マイル、こちらマックスで積み立てた場合ですね、ANA マイルであれば2100マイル、JAL マイルであれば1500マイルがね、もらえるって言った形になります。こちら V ポイントが溜まって、まあそれをね、ANA マイル、JAL マイルに交換しているわけなんですけども、こちらね、最大のルートでね、交換した場合の獲得マイル数っていう風になっておりますんで、この点はね、覚えておいていただければなと思います。まあ、ナンバーレスのゴールであれば、年間4200マイル。JAL マイルであれば、3000マイル獲得できて、プラチナプリファードであればですね、こちらね、5% 還元っていう風になりますんで、年間ね、21000マイル
獲得することが ANA だったらねできるって言った形になります。JAL マイルでも1万5000マイルっていう風になりますんで、今回ね、冒頭にね、この一番高いのをね、言っちゃってるんですけども、本当にね、SBI 証券の、三井住友カードのクレカ積み立て、特にね、このプラチナプリファードっていうのはですね、本当にね、ぶっ壊れておりますんで、投資信託をね、買えるにもかかわらず 5% 還元が、取れてしまって、年間、3万ポイント、V ポイントね、貯まるわけなんですけども、まあそれがね、ANA マイルだったら2万1000マイルに交換することができますし、まあ JAL マイルだったらね、1万5000マイル獲得することができるっていう風になりますんで、本当にね、ここは本当にすごいですね。ぜひね、こちらは、利用できる方はですね、年間3万3000かかってしまうわけなんですけども、まあ、年間3万3000はかかるんですけどね、2万1000マイルもしくは1500マイル獲得することができるっていう風になりますし、まあ、このね、全部のことに言えることなんですけども、こちら購入しているのはね、投資信託っていう風になりますんで、まあ、もちろんね、積み立てNISAとかでね、利用していただくのも OK っていう風になりますし、またね、即売却してもね、OK っていう風になりますんで、まあ、ここはね、本当に考え方一つ次第でですね、ポイント貯まっていくっていう風になりますんで、このね、プラチナプリファードでの、このクレカ積み立てってのは、ね、非常におすすめです。で、こちらはね、付帯特典なんですけども、ゴールドカードだとですね、このナンバーレスのゴールドは、まあ、年会費5500円記載しておりますけども、まあ、こちらね、年間100万円使うとね、はい、無料になったりいたしますので、まあ、こちらも持ってる方ね、結構多いと思うんですけども、まあ、こちらであればですね、選べる無料保険でね、スマホ保証が条件なしで利用できたり、カードラウンジも利用することができるっていった形になります。で、プラチナプリファードになるとですね、コンシェルジュとかもね、プラチナになりますんで利用することができたりね、また年間ボーナスポイントもね、もらえるっていう風になりますんで、まあ、こちらもね、かなりね、おすすめのカードっていう風になります。で、これからね、SBI 証券でクレカ積み立てをね、されたいっていう方は、こちらですね、フレキシブルペイゴールドプラチナプリファードということで、こちらね、三井住友銀行の方のね、クレジットカードなんですけども、このプラチナプリファードでもね、先ほどの 5% 還元が取れるって言った形になるんですよね。で、今ね、こちら初年度年会費無料なんですよね。私も今月中にね、今私一般カード持ってるんですけども、プラチナカードにね、切り替えようと思っておりました。まあ、切り替えるっていうか、一回退会して入会し直すんですけども、まあ、私もね、こちら作ろうと思っております。まあ、1年間ね、無料で利用することができて、先ほどね、5% 還元も利用することができるっていう風になりますんで、これからね、クレカ積み立てやりたいとかね、今、オリーブフレキシブルペイね、一般カード持ってますみたいな方で、1年間でもね、お得に利用したいっていう方は、こちらはね、非常におすすめです。またね、このオリーブっていうのはですね、紹介キャンペーンもやっておりますので、こちらもね、ぜひ併用してください。こちらね、紹介コードと入金1万円しておくとですね、1000ポイントのね、V ポイントもらえるっていう風になりますし、このオリーブね、発行する方は、ポイントインカムね、経由していただいて、こちらね、利用していただいて、口座開設してください。で、紹介キャンペーン利用していただいて、またね、この B グループっていうのをね、利用していただくと、このブック放題ね、初月無料とかね、やっていただくか、まあ、これはね、まあ、どれでもいいんですけども、どれかね、簡単なものをね、利用していただければですね、即付与案件があればなと思ったんですけど、今ね、即付与案件はないみたいですね。まあ、こちらね、お好きなものを利用していただければなと思うんですけども、両方とも、利用していただくとですね、1万5000分のポイント、まあ、すなわちこちら1500ポイントなんですけども、それと4万5000ポイントもらえるっていう風になりますんで、これだけでね、6000円もらえて、またね、こちらで、プラス1000ポイントもらえるっていう風になりますんで、合計ね、7000円ね、取れるっていう風になりますんで、もしね、発行される方はこちらね、利用していただければなと思います。まあ、こういった感じでですね、この SBI 証券のプラチナプリファードね、めちゃくちゃおすすめっていう風になっておりますんで、まあ、私もね、1年間はね、利用させていただいて、その後ちょっとまた考えたいなと思うんですけども、投資信託を購入してんのに 5% 還元ってやっぱりぶっ壊れてますよね。はい。まあ、こういった形になります。で、次に楽天カードですよね。こちらもね、おすすめできるね、ポイントがね、ございまして、まあ、一般カードもしくはプレミアムカードをね、持ってる方が、私のね、動画見てる方多いかな、なんていうふうに思うんですけども、楽天カードの場合もですね、ANA マイル、JAL マイルにね、ポイント交換することができるっていうふうになりますんで、まあ、こちらもね、いい点ですよね。まあ、
今回ね、紹介させていただいているのは、ほとんどね、ANA マイル、JAL マイル両方とも交換することができるわけなんですけども、やっぱり楽天カードのね、一番の強みっていうのは、やはりプレミアムカードのプライオリティパスですよね。ですので、これを持ってる方ね、非常に多いと思うんですよね。ですので、楽天証券でプレミアム、楽天プレミアムカードで、クレカ積み立てね、1% 還元で5万円毎月積み立てていただくっていうのは、まあ、こちらいくらでもいいんですけども、利用していただくのはね、非常にいいのかな、なんていうふうに思います。ANA マイル還元率は 0.7% 還元。JAL マイル還元は 0.5% 還元で、年間マックスで積み立てていただければですね、こちらが毎年ね、もらえていくっていうふうになりますんで、まあ、SBI 証券の方とね、比べちゃうとね、ちょっと下がってきてしまう部分はあるんですけども、やはりね、プライオリティパスがね、付帯しているっていうのはですね、このね、楽天証券の楽天プレミアムカードね、非常に強いですよね。で、これからね、始めたいっていう方は、楽天証券はですね、こちらですね、今ね、ポイントサイトハピタスに7500ポイント、ちょっとね、こちらは今ね、低い水準になってますから、プラスボーナスもらえますんで、8000ですね。いつもね、結構1万円超えてることが多いんですけども、今現時点は8000分のポイントがね、もらえるっていう風になりますんで、こちらね、ハピタス経由していただいて、口座開設して5万円入金するだけ、特にね、取引必要ございませんので、こちらね、確実に、取っといていただければな、なんていう風に思います。で、楽天カード、楽天プレミアムカードのね、ポイントサイトの案件って、楽天カードはね、普通に、まあ、3000円とかであんのかもしれないですけども、プレミアムカードもね、あることはあるんですけども、まあ、こちらね、一般カードとか持ってた方対象外だったりいたしますので、まあ、利用できる方ね、結構少ないかな、なんていうふうに思いますけども、まあ、こういった形になりますかね。まあこのね、楽天証券のね、楽天プレミアムカード、やはりね、持ってる方多いかな、なんていうふうに思いますので、こちらでね、利用していただくのがね、結構おすすめっていった形になります。それでは次にマネックス証券ですね。こちらね、マネックス証券でマネックスカードでね、積み立てていただくと、ここね、年会費無料なんですよね。このマネックスカードっていうのは。年会費無料なんですけども、1.1% 還元がですね、取れるっていうね、結構珍しいね、このクレカ積み立てなんですけども、まあ、ここであればですね、一月5万円積み立てていただいて、1.1% 還元が取れるっていう風になりますんで、ANA マイルの還元率は 0.77 になるかな。ちょっとこちら間違ってる。間違ってましたね。 0.70.55 っていった感じになりまして、年間獲得マイルは4620マイル、 JAL マイルであれば年間3300マイルがですね、投資信託をね、購入しているのに獲得することができるっていった感じになります。もしね、年会費無料のクレジットカードでやっていきたいっていう、これからやっていきたいっていう方であればですね、こちらはね、非常におすすめっていった形になります。やはりね、還元率がね、1.1% ということで、ちょっとね、高いですよね。で、またね、このマネックスポイントっていうのはですね、各種ポイントにね、交換することができるっていう風になりますんで、このね、70% で ANA マイル、JAL マイルもね、50% で交換することができるっていう風になりますんで、こちらはね、結構おすすめですね。で、マネックス証券はですね、今ね、ポイントサイトハピタスに、口座開設と、取引で1万ポイント案件あります。で、こちらね、これからね、利用する方はですね、口座開設していただいて、取引でね、1万なんですけども、これね、特に条件ないんですよね。で、投資信託も OK っていう風になっておりますんで、このね、マネックス証券っていうのは、投資信託購入することができて、100円からね、投資信託購入することができるっていう風になりますんで、まあ、口座開設していただいてですね、100円の投資に購入していただければ、こちら1万ポイント取れるっていう風になりますんで、こちらね、非常におすすめなんでね、これから利用されたい方は、ぜひね、チェックしていただければなと思います。で、次にね、セオ、プラスドコモということで、ドコモカード、ドコモのね、クレジットカード持ってる方ね、特に D カードゴールドね、持ってる方ね、多いと思うんですよね。というのも、やはりね、この海外旅行保険ね、自動付帯なんですよね、この D カードゴールド。またね、スマホ料金 10% 還元とかもね、あるっていう風になりますんで、このね、D カードゴールドですね、利用していただくのも、まあ悪くはないのかなっていうところなんですけども、ちょっとね、こちら癖がありまして、このね、還元率っていうのがですね、ランク制度によって変動するんですよね。
これがね、ちょっとね、微妙なラインっていう風になっておりまして、まあ、それがね、こちらなんですけども、セオプラスドコモということで、こちら下の方にね、行っていただくと、D カードゴールド。D カードだとね、本当に 0.1% しか取れないので、非常に還元率下がっちゃうんですけども、こちらね、D カードゴールドの場合は、星5つになるとですね、1% 還元が、まあ、取れるって言った形になるんですよね。ですので、こちらね、ランクを上げていかなきゃいけないっていう風になりまして、このね、ランクの上げるのはですね、ポイントの獲得によって、こちらね、上がっていくっていう風になりますんで、D ポイントのね、獲得数がね、3ヶ月累計で、まあ、5000ポイント以上いけばですね、このね、星5つになって、カードのね、クレカ積立分もですね、1% 還元になるっていう風になりますんで、ドコモのね、回線とか払ってる方はですね、結構容易に達成できるのかと思うんですけども、一応ね、こういった制度になっておりますんで、まあ、この点はね、まあ、注意しといていただきたいな、なんていう風に思います。まあ、こちらでもですね、まあ、1% 取れる方であればですね、まあ年間ね、JAL マイル3000マイルね、獲得することができるっていう風になりますし、またね、スマホ保証もね、充実している海外旅行保険もね、あるっていう風になりますんで、D カードゴールドね、保有されている方は、ぜひね、覚えておいていただければな、なんていう風に思います。このね、セオプラスドコモのね、こちらもポイントサイトの案件でね、結構私紹介させていただいておりますんで、持ってる方ね、結構多いと思うんですよね。で、次にね、au 株コム証券の場合は、au ペイカードで、繰り積み立て利用することができます。こちらね、5万円の上限で 1% 還元ということで、貯まるポイントはね、ポンタポイントが、獲得することができるって言った形になります。ですので、マックスに積み立てていただくと年間6000ポンタポイントで JAL マイルにね、50% で交換できますんで、3000 JAL マイルにね、交換することができます。まあ、こちらはね、年会費無料ですので、au 株コム証券を持っていて、au ペイカードね、持ってる方は、まあ、こちらもね、悪くないのではないのかな、なんていうふうに思います。で、次にね、積み木証券ですね。こちらは、エポスのね、証券会社と、エポスカードでね、積み立てるやつと、あと、大和証券コネクトと、セゾンカードですね。まずね、エポスカードの方はですね、こちらもね、ちょっとね、癖がある感じで、年間の積み立て金額でね、こちら還元率がね、変動するっていう風になるんですよね。なんですけども、この積み木証券のエポスカードでね、クレカ積み立てのいいところはですね、クレカ積み立ての積算分も、ボーナスポイントの対象なんですよね。ですので、こちらはね、積み木証券の公式サイトなんですけども、こちらね、下の方に行っていただくと、まずこちらですね、積み立てに関してなんですけども、還元率がですね、1年目は 0.1% 還元なんですよね。なんですけども、5年目になると 0.5% 還元ということで、まあ、0.5% まで行くにはですね、5年間かかるわけなんですけども、まあ一応ね、こういった形で 0.5% 還元まで、還元率をね、上げることができるんですよね。で、またね、先ほども言った通りですね、こちらボーナスポイントもですね、こちら対象になるって言った形になるんですよね。で、こちらね、エポスカードね、保有されている方結構いらっしゃると思いますし、100万円までね、利用されている方ね、多いと思うんですけども、このね、エポスゴールドカードっていうのはですね、年間50万円使っていただくと2500ポイント追加でもらえて、100万円使うと、以上使うとね、1万ポイント追加でもらえますよね。こういったボーナスポイントですね、エポプラだったらね、こういった感じでボーナスポイントがもらえる制度があるわけなんですけども、まあ、こういったのにもですね、この積み木証券のクレカ積み立てっていうのは対象になっているんですよね。ですので、ゴールドカードをね、100万円まで使いたい。またね、エポスカードね、エポプラとかね、100万円以上使うとね、2万ポイントとかね、まあ、ちょっと年会費はね、招待もらっても2万2000ぐらいかかっちゃうんですけども、持ってる方であればですね、このね、積み木証券で利用していただくのもね、まあ、悪くないのではないのかな、なんていうふうに思います。で、次にね、大和証券コネクトですね。で、このね、大和証券コネクトのね、クレカ積み立てなんですけども、この大和証券コネクト自体はね、持ってる方非常に多いと思うんですよね。そうでもないかな。まあ、私もね、結構紹介させていただいているのと、このね、大和証券コネクトはですね、D ポイント、ポンタポイントとね、提携しておりまして、非常に紹介キャンペーンが強いんですよね。まあ、それでね、口座開設された方ね、結構多いと思うんですけども、まあ、こちらはですね、クレジットカードによるね、還元率も違いますし、このね、
利用する金額にもね、還元率変わるって言った形になるんですよね。セゾンカードデジタルカードであれば 0.1% から 0.5%、 セゾンプラチナアメリカンエキスプレスカード等であれば、まあ、1% 還元っていう風になってるんですよね。で、こちらね、詳しい還元率はこちらっていうのをね、クリックしていただくと、まあ、こういった形になっておりまして、セゾンデジタルカードであれば、5万円だったら 0.5% 相当。まあ、こちら永久不滅ポイントがね、貯まるわけなんですけども、セゾンプラチナアメリカンエクスプレスカードであれば 1% 還元。こっちの場合は、月のね、積み立て金額にね、変わらないっていう風になるわけなんですけども、まあ、プラチナとかね、プラチナビジネス持っている方は5万円ね、積み立てていただければ 1% 還元がね、取れるって言った形になります。で、このね、大和証券コネクトですね、まあ、おすすめさせていただいたのは、やはりね、まあ、先日ね、解約がね、どでかいのが来てしまいましたけども、セゾンプラチナとかね、セゾンプラチナビジネスカードですね。こちらね、年間2万2000円。まあ、このプラチナビジネスであればね、初年度年会費無料でね、維持することができるっていう風になるわけなんですけども、このクレジットカードはですね、やはりね、プライオリティパスですよね。はい、このカードはね、プライオリティパスがね、付帯してるっていう風になりますんで、こちらがね、結構おすすめポイントになりますよね。またね、JAL マイルの基本還元率、セゾンマイルクラブ入っていればですね、まあ、ちょっと税金の支払いはね、ちょっと還元率下がってしまいましたけども、基本はね、1.125% ね、JAL マイル貯められるっていう風になりますんで、こちらね、結構おすすめポイントですね。もしね、大和証券コネクト口座を持っていて、セゾンプラチナとかセゾンプラチナビジネス持っている方は、こちらでね、5万円積み立てていただければですね、1% 還元取れるっていう風になりますんで、年間ね、ANA マイルであれば4200マイル、JAL マイルであれば3000マイルね、貯めることができるっていう風になりますんで、やはりね、こちら、プライオリティパスとかね、まあその他の付帯特典で持っている方ね、まあ結構いらっしゃるかななんていう風に思いますので、まあそういった方はですね、こちらね、クレカ積み立てしていただくのがね、いいのではないのかななんていう風に思います。ということで今回ですね、マイルが貯まるクレカ積み立てをですね、まとめてね、紹介させていただいたわけなんですけども、まあもしね、これからクレカ積み立てね、今回PayPay証券でね、クレカ積み立てね、始まりましたので、ちょっとやってみたいっていう方はですね、ぜひね、参考にしていただければなと思います。何かね、質問等々ございましたら、コメント欄ね、記載しといていただければ、わかる範囲でね、回答していきたいななんていうふうに思いますので、わからないことございましたらですね、コメントね、いただければなと思います。ということで、今回のはね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますので、ぜひねチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。